護衛艦加賀の第一段階改修工事が完了し、2024年にアメリカで F-35B 認証テストとの情報をキャッチしました。今回は、海自空母加賀が艦首資格に悪魔的改造完了か、シウスに、微変 F-35B 艦載で、軽空母2隻体制、ズポールス搭載で、空自新戦略と戦術バレルを詳しく見ていきます。ようやく、2隻での F-35B 戦闘機運用開始、機体も今年度に納入し、いよいよ訓練開始ですね。とりあえず艦載した護衛艦の光景を早く見たいよね。島国である日本にとって、その防衛を考える上で、大きな比重を持つと思われるのは、やはり何と言っても海上自衛隊の存在であり、その装備の能力と数が、有事の際の成り行きを左右する存在となると言ってよいだろう。2023年末の時点でも、現在の日本の岸田政権は、かなり低水準の支持率へと下降し、その先行きを危ぶむ声も日増しに高まっている感は拭えないが、ことに、防衛費の拡充という点に限っては存在感を示しているように見える。日本の2024年度の防衛予算案は、総額で7兆9496億円となることが、昨年末に閣議において決定され、2023年度から2027年度までの5年間の累計で、およそ43兆円規模に拡大するという公約を実現すべく、着実に増加を果たしている。そうした中で、海上自衛隊の大型の装備品といえば、無論のこと、各種の艦艇となるわけだが、新造艦として、ハモが、身型護衛艦、艦首記号、FFM12 隻の建造や、その改良版の、さらに、10隻の建造が予定されている状況である。また、2024年現在で、総数で8隻を保有、運用しているイージス護衛艦も、2027年度の防衛予算案の中で、2隻の造成を行うことが決まり、同艦種を10隻体制とする強化策が、予算の上からも進められる状況となっている。加えて、これらのイージス護衛艦とは別に、同じく、イージス戦闘システムを搭載する艦艇ながら、かつて、導入の中止が決められた陸上配備型のイージスアショアを代替する目的で、イージスシステム搭載艦も、2隻の新造が打ち出されている。また、日本の海上自衛隊における主戦力たる潜水艦は、数こそ、現状の22隻体制から変更はないものの、従来の 533mm 魚雷発射艦6門を重兵装とするもの以外に、実証実験艦として、VLS 垂直発射艦を装備する艦艇の建造が盛り込まれている。これは、秘匿性が高い潜水艦に、主として、対地攻撃用の巡航ミサイルを搭載し、反撃能力としての選択肢を増加させるとともに、抑止力を向上させる狙いがあるとみられ、今後の注目の装備品とみて間違いないだろう。こうした新造艦以外にも、海上自衛隊では、既存の艦艇の改修も進めており、その中心といえるのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH2 隻の航空母艦化改修工事の実施であることは、周知の事実となっている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、2024年時点を、海上自衛隊の艦艇の中で最大規模を誇り、一番艦で、ネームシップの出雲が、2015年3月に、神奈川県の横須賀基地、2番艦の加賀が、2017年3月に、広島県の5基地に就役した。海上自衛隊において、艦首記号、DDH が付与された艦艇としては、最初に榛名型、2番目に、白根型、3番目に日向型、そして、4番目が、出雲型と、すでに4世代目となっているが、前者の2艦と後者の2艦とでは、大きく艦容が異なっている。具体的には、榛名型は、基準排水量が4950トン、満載排水量が6850トン、全長が 153.0m、全幅が 17.5m、白根型は、基準排水量が5200トン、満載排水量が6800トン、全長が 159.0m、全幅が 17.5m の規模であった。榛名型、白根型ともに艦首記号、
DDH とは言うものの、回転翼機の運用は、艦尾に設置された飛行甲板で実施され、最大で、回転翼機を3機まで搭載可能だが、これらの同時離発着は、できず、1機ずつの運用を行う形式であった。そのため、今現在は、春名型、白根型ともに、すでに退役となっているが、その見た目は、当時の汎用護衛艦、艦首記号、DD の延長線上にあり、艦尾の飛行甲板部分が、かろうじて拡大されているとでも言うべきデザインだった。これが大きく改められたのが、3番目の艦首記号、DDH のヒューガ型からであり、同艦は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、全幅が 33.0 メートルと艦隊の規模も一気に大型化し、全通式の飛行甲板を装備するに至った。これによりヒューガ型の回転翼機の運用能力は飛躍的に向上し、各種の回転翼機を最大で11機も搭載することが可能な収容力を備え、その同時離発着も3機まで可能にとするなど、外観も含め航空母艦的な艦艇へと変貌を遂げたものだった。このヒューガ型から、さらに回転翼機の運用能力を向上させるべく、艦隊の大型化が図られたものが出雲型であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートルと海上自衛隊最大の艦艇となった。この大型化によって出雲型では、回転翼機の同時離発着は5機が可能となり、各種の回転翼機の搭載数も最大で14機を数えるまでに増加しており、ヒュー型で培ったノウハウをベースに計画、設計、建造されたと言えよう。日本の海上自衛隊においては、艦首記号 DDH はヘリコプター搭載護衛艦と説明されているが、ヒューが型以後、全通式の飛行甲板を装備する形式となってからは、すでに海外の主要な軍事メディアでは、ヘリ空母という表記が主流となっていた。現在、進行形で、進む出雲型2隻の大きく分けて、2度にわたって実施される改修工事については、名実ともに航空母艦化という表現が解禁された感があるが、この航空母艦という位置づけも、政治的な配慮から長らく避けられていたことは記憶に新しい。今では、日本にとっての最大の仮想敵国となった中国が南西諸島方面をはじめ、大幅に増強した海軍戦力をもって、現実的な脅威となったことから、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修も、国民のコンセンサスを得た形と言えるだろう。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、2番艦加賀が先行して、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事を2023年までに終え、今年2024年からは、1番艦の出雲が同様の工事着手される予定となっている。現状では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修は、両艦ともに2027年を目途に完了するとめされており、艦載機となるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型の調達も並行して進められている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、42機の調達を行う方向で予算化が行われているが、同機の所属自体は、航空自衛隊の管轄となり、駐機基地は、宮崎県の新田原基地が内定している。航空母艦化改修を終えた出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は F-35 ライトニング 2B 型を機内に10機前後収容するものと目されており、この数では正直航空母艦というにはいささか戦力としては限定的だとの指摘も多い。例えばアメリカ海軍の航空母艦はミニッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級1隻すべてが排水量で10万トンを超える大型の原子力航空母艦であり、通常時の艦載機数でも70機前後と大国に一国の空軍力に比肩し得る規模を誇る。また、最大の仮想敵国となった中国も、最初の練習用の航空母艦である遼寧でも30機以上、2番目の山道では40機以上、3番目の福建では
さらに、艦載機の搭載数を増加させることが確実視されている。そうした周辺国の航空母艦と比較した場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の艦載機による攻撃力には明らかな差があり、同様に論じるべき存在ではないことは、そのキャパシティから判断しても明らかであろう。そのため出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修が完了した後には、日本版の空母打撃群の編成云々を論じる言説も一部からは発せられているが、そのような遠征を前提とした戦力と見るには無理があると感じられる。防衛装備庁が長年にわたって研究してきたレールガンの洋上試験に成功したそうです。これによって120連射位の新たなステージが上がったという情報が入ってきました。アメリカの兵器より6倍もの能力を持つとされるレールガンについて今回は見ていきたいと思います。方針のエロージョン問題を克服し、これに中国とロシアが猛反発しています。エネルギー損失が大きく、長大なレールと巨大な電力供給システムが必要ですね。防衛装備庁は、研究開発を進めている未来の大砲とも称されるレールガンを、海自の試験艦アスカに搭載、10月17日に洋上射撃試験を実施した動画を、2023年12月1日、YouTube 公式チャンネルにアップしました。また、12月5日には、11月の防衛装備庁技術シンポジウム2023での資料を公表、日本でのレールガンの研究開発が、新しい段階に入ったことを公表したというわけです。前での防衛装備庁技術シンポジウム2023は、防衛技術指針2023と、防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてというサブテーマがついています。内容は、現在、防衛装備庁で研究開発を進めている将来の防衛装備品関係の研究開発の成果を発表するものです。電気エネルギーを使って弾丸を放つ電磁砲として次世代大砲と呼ばれるレールガンの日本での研究開発試験が開発を断念したとみられるアメリカを超え世界をリードする段階にまで進んでいるという結果が公表され注目を集めたそうです。レールガンの原理を説明します。平行に設置した2本の電極棒レールの上に小さな金属の玉体を乗せて瞬間的に大きな電流を流して発生させた電磁力で金属団体を射出するという単純な構造です。強大な磁場を発生させて電磁気力ローレンツ・ツトムを発生させその力で玉体を射出するという電磁砲とも呼べる砲なのです。メリットとしては発射される玉体がミサイルよりずっと安価であること。これまでは火薬を使用して発射していましたが、それよりも高速に射出できること、そして射程がはるかに長くなるということです。防衛装備庁が試験をしているレールガンですが、総重量8トン、大きな電源部と砲身部、電磁加速装置で構成されていて、砲身であるレール全長は約6メートル、口径40ミリメートルと小さくなっています。当然、発射される弾体も小さくなるということです。現在の火砲と比較すると、陸自で最も多く使用されている榴弾砲の長さは約 6M で、レールガンとほぼ同じですが、口径は4倍近い 155mm です。また、海自の最新鋭多目的フリゲート艦もが、2型護衛艦やイージス艦アタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などに搭載されている単装砲は、砲身長約7メートル。口径 127mm なので、
これらの火砲と比べると、レールガンは、砲身の長さにしては、口径がとても小さいとわかりますね。この長くて、小口径の砲身から、弾体を、秒速 2297M、約マッハ7、約 8568km の超音速で射出できます。これまでの火薬を使って射出する火砲の砲弾初速は秒速800mほどですから、段違いの射出スピードと言えましょう。しかし、やはり欠点もあります。レールガンは、砲身である電極棒に接触するので、エネルギー損失が大きいのです。この損失を補填するためには、非常に大きな電力が必要ですから、巨大な電力供給システムが必要になるのです。また、弾丸を超音速にまで加速させるためには距離が必要です。その距離を確保するために、超大なレールが必要なこと、レールの摩擦や電気抵抗など、物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点とされています。レールガンで連続射撃を行う場合、大問題になるのが弾丸と接触している砲身レールが摩耗して損傷することで、弾体の初速が低下すること、つまりエロションという現象が発生することです。エロションについては、過去のレールガン研究でも、弾体が発射する際の初期位置周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびにスピードが低下してしまうので、これをどうやって解決するかが課題と言われていました。エロージョンの解決策として、防衛装備庁では2点の研究を進めました。砲身レールの素材と電流の流し方を変更したことによって、エロージョン問題を克服したということです。砲身レールの素材については、今までは導電性や加工のしやすさから、主に銅を使っていましたが、さらに導電性が高くかつ、摩耗に強い素材に変更しました。また、電流の流し方も変更し、瞬間的に大きな電流が加わらないような放電方式を開発したのです。この2つの変更によって、弾体の射出前の初期位置付近に発生していた損傷を抑えることが可能になりました。120発の連続射撃実験では、弾体すべての初速が秒速2000m以上を叩き出したのです。実験は成功したということです。防衛装備庁は、新しい対策をしたレールガンで、弾体を安定して高い初速のまま連続射撃するという目標が達成されたと、防衛装備庁技術シンポジウム2023での資料の中で明らかにしています。レールガンの将来的な用途としては、2つのシナリオが想定されているようです。一つが、中国やロシアなどの極超音速誘導弾を、撃墜用の兵器として使用することです。理由は、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲よりも、レールガンは、はるかに長射程で、かつ高い威力を発揮できからです。また、もう一つは、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、長射程と高速、レーダーに捉えられにくい弾体のサイズ、小さいを生かして、敵が、回避困難な打撃兵器として活用することです。現在、この2つの用途のためには、対空ミサイルや巡航ミサイルが使用されているのですが、製造単価が非常に高額ですから、限られた防衛予算の中で大量に製造、購入して保有するというのは、現実的には非常に難しいのです。防衛予算は年々増額されていますが、他に回してしまうので、レールガンには回ってこないということでしょうか？納税者からすれば、かなりの金額を防衛費に注いでいると思うんですけどね。と言っても、レールガンの弾体は、長射程ミサイルのような誘導能力はありません。なので、遠距離で敵の誘導弾を撃墜するのは難しいのです。自衛隊は、これらの防空兵器については、それぞれのメリットを活用して、多層的に運用したいという構想を持っているとみられています。レールガンの研究開発を進めてきた世界の国を見てみましょう。日本以外では、アメリカ、ロシア、中国、EU、トルコ、韓国です。レールガンのメリットを認めている国が多いということがわかりますね。アメリカ海軍は、これまで、レールガンに、
多額の研究開発費と数十年もの時間を注ぎ込んできました。そして、2020から2025年頃の実用化を目標にして、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発、試験が実施されたのです。2014年4月には、2016年中に、スピアヘッド級遠征高速輸送艦に、レールガンの試作機を搭載し、洋上での実証試験を行うと発表していたのですが、2022年度の軍事予算には、レールガン研究開発費が計上されていませんでした。つまり、開発を断念したものとみなしてもいいのではないかと囁かれています。そういった情勢の中で、トレコは、すでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功したそうです。実際に国際防衛見本市でなどでセールスしていることが伝えられているのですが、肝心のレールガンの性能など詳しいことは全く不明ということです。防衛装備庁では、今後、今回の発射機の開発から、現実的に兵器として使用するためのシステム開発に移行していくとみられています。長射程を生かして、敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発を完了させた後に、抑止力として貢献させることが考えられているようです。日本は、世界が驚くハイペース建造でもが、2型護衛艦を建造している中、次期もが、2型の2隻分の1747億円の建造費を計上したとの情報をキャッチしました。今回は、この世界も、注目の護衛艦次期もが、2型の詳しいスペックを見ていきます。少人数化を実現しているもが、2型の後継艦で、AI は、もちろん各ドローン搭載になるでしょう。それに、VSL 搭載でミサイルなども装備、中国にとっては厄介になるでしょうね。それに海保用にも建造計画中です。2023年12月22日には、日本の現在の岸田内閣は、2024年度の防衛予算案を過去最大額となる7兆9496億円とすることを閣議決定し、現内閣の発足時より掲げていた、いわゆる骨太の方針という政策公約を推し進めた形だ。2022年の末に新たに定められた防衛力整備計画では、2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とすることが打ち出されており、この水準に則った防衛予算の案の上積みを実施したものと言えるだろう。2022年2月に開始され、間もなく2年目を終えて3年目に突入しようかとしているロシア・ウクライナ戦争を背景に、これまでにない日本の防衛予算案の増額基調は、大多数の日本国民からは、大筋の方向性で賛同を得たものと解釈できる。ただし、未だ大手マスメディアの一部では、世界情勢を反映した物価の高騰や、歯止めのかからない円安の進行を切り口として、結論ありきの防衛予算案の方向性に異論を唱える言説も数多く散見される状況ではある。こうした特定のイデオロギーに基づく政権批判、ひいては、防衛予算案の増額に批判を続ける記事は見かけるものの、日本の置かれた安全保障環境の悪化を鑑みれば、その方向性に進まざるを得ないことは明白であろう。そんな中、年度ごとの防衛予算案の額は、唐突に決定されるものではなく、当該年度の前年の夏頃に、大枠の概算要求が行われて、これを精査した結果が閣議決定を経て、見高に移されるというプロセスを経ている。2024年度分の場合、すでに、
2023年の夏頃に概算要求が示されており、海洋国家である日本のとっては重要な新型の水上戦闘艦の調達予算がそこに盛り込まれており、その額は新たな FFM の建造費に1747億円が2隻分の費用として含まれていた。 FFM とは海上自衛隊の水上戦闘艦の艦首記号を示すものであり、現行では最新型の水上戦闘艦であるもが2型で初めて用いられた経緯があり、艦艇の規模を表すフリゲート艦の FF と機雷、マイン、多用途、マルチパーパスを組み合わせたと説明されている。ご存知のようなもが2型護衛艦 FFM は2022年には3月に2番艦の熊野、同4月に1番艦のもっがみが神奈川県の横須賀を母港と扶桑解体群へ、さらに同年12月には3番艦の能代が長崎県の佐世保を母港とする第13護衛隊に配備させた。以後ももが2型は4番艦の三隈以後の艦艇が1年に2隻ずつ就役を行うサイクルで実戦配備が進められてきたが、2027年3月に就役予定の12番艦をもって建造が終了することとなり、一時期は最大で22隻の建造も囁かれていた点が否定された。このもが、身型の代わりに建造が決定されたのが新型 FFM であり、もっか、身型同様に三菱重工業者を主契約企業とし、2024年度から2028年度の5年間のスパンで12隻を新造することが決まり、もが、身型の開業、大型化版とめされている。現行のもが身型護衛艦、FFM は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、阿武隈型汎用護衛艦 DD を代替する目的で導入されたものだった。ちなみに、阿武隈型汎用護衛艦 DD は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルの規模であったため、もが、身型はかなり大型化されたと言ってよいだろう。加えてもが、身型護衛艦 FFM は、その大型化した船体に、従来は、掃海艇が担ってきた役割である。機雷の敷設と除去の能力をセットで付与されており、この多用途さが今後の海上自衛隊の水上戦闘艦に求められたと解釈されてきた。一方、2024年度の防衛予算の概算要求から建造が確定した新型 FFM は、基準排水量が4500から4880トン、全長が 142.0 メートル。最大幅が 17.0 メートルといった規模感となるものとアナウンスされている状態である。これは、現行のもが身型護衛艦 FFM をベースに、さらに大型化を図った仕様と見て取れるが、これまでの発表では、乗組員数は、同様の90名体制であると示唆されており、さらなる精進化を念頭に置いていることが伺える。もが身型護衛艦 FFM では、主兵装の一つである VLS、垂直発射艦は、マーク41が16セル分が想定されていたが、新型 FFM においては、その数は現時点では明確にされておらず、船体の大型化に伴い増設される可能性も残している。防衛省側からは、新型 FFM においては、この VLS、垂直発射艦から現在開発中の1式地対艦誘導弾等の能力向上型の艦艇搭載型となる艦発型や新型の艦対空誘導弾といった国産のスタンドオフミサイルの装備化を視野に入れている。これに加えて新型 FFM ではもが身型護衛艦 FFM を超える追戦攻撃能力の付与も指摘されており、こうした攻撃用の兵装の強化を鑑みれば、諸外国でいうところのミサイル、フリゲート艦、FFG に該当する艦用であるとも思われる。新型 FFM の建造企業として選定を受けた三菱重工業者が示したイメージ図によれば、同艦のマスト部には、光学複合センサ、多機能レーダ、ミサイル管制装置が個別に記載されており、
ミサイル兵装をより重要視していることの証左でもあろう。この点からも、新型 FFM は、もが2型護衛艦、FFM をベースとして拡張しつつ、より攻撃力を重要視している艦艇だと言えそうで、護衛艦の中心戦力として、さらなる多様化が、その点でも進めれると考えられる。現在のもが、2型護衛艦、FFM の建造は、主契約者たる三菱重工業者の中崎造船所と、同社の系列の三菱重工マリタイムシステムズ社の玉野本社工場の2カ所が受け負っており、海上自衛隊の艦艇の建造が限られた企業でしか行えないことは否定できない。今後の新型 FFM の建造に関しては、主契約者たる三菱重工業派に変わりはないが、その下請けには、いすも型ヘリコプター搭載護衛艦等を建造した実績を持つジャパンマリンユナイテッド社が決まっており、少し体制が異なる。一部の日本のマスメディアの中には、未だ防衛産業に従事する企業を指して、政府と癒着、結託し、利潤を吸い上げるかのような悪意に満ちた描き方をする例も見られるが、そもそも、日本の防衛産業は、決して儲かるような構造ではない。限られた防衛予算で必要な装備品を調達するため、各防衛装備品の価格は、多額な利潤を上げることが可能な額とはほど遠く、多くの企業が、この分野から撤退する傾向は長らく続いており、艦艇のような大型装備品については、なおのことである。もっと言えば、アメリカのような2022年度の軍事費がおよそ8769億ドル、実に、世界全体の軍事費の4割弱に及ぶ軍事大国であっても、そうした傾向は強く、単体では儲けることが困難なため、合併や統合を繰り返している。昨今では、ロシア・ウクライナ戦争で、使い捨ての簡易なドローン兵器の投入という要請が認識され、そうした先進の技術が、不要な小さな分野においては、新規参入も促進される傾向もなくはないが、大型の装備品では、そうはいかない。それを考えれば、三菱重工業者やジャパンマリンユナイテッド社は、日本の生命線たる海上自衛隊の水上戦闘艦の建造を担ってくれているほかに、代替の効かない存在であり、個人的には、感謝の感情しか抱きようがない。これは、潜水艦の建造を担っている三菱重工業者と川崎重工業者についても同様であり、これらの企業の協力なくして、日本の安全保障は成り立たないことを、今一度、胸に刻んでおくべきだろう。